こんにちは、インディーズの拓也です。今日は最近の海の様子をお伝えしようと思います。まあ、とにかく、まあ、やっぱり10月、11月、12月、1月、2月ここら辺からですね、もういいんですよ、海が。とにかく青くて、顔つけてこうみんながこうエントリーしてくるのを振り返って、ほらねっていうねっていう感じです。ぜひ潜りましょう。この時期の特徴としてはですね、まだ、気温は少しずつ少しずつ下がってきてますが、水温は23度ぐらいですね、22度から23度ぐらい、まだまだ暖かく、南方系の幼魚たちもこうやっぱり到達してから高い水温のこのエリアで少し過ごして、ちょっと大きくなってったりするところもありですね。そんなこうまだまだカラフルで、とにかく海が青い、もう最高ですね。でやっぱり気温が高い時期って海に入るとちょっとヒヤッとするというか、体が冷える感じがあるんですけど、気温と水温がこの逆転するこの時期はですね、海に入るとやっぱり暖かい、すごく入って暖かいっていう風なのが感じられる部分もあったりして、とにかくいい海ですよ。本当に最高です。ちょっとここ最近の横浜の様子をお伝えする感じで今日はやらせてください。じゃあ見てみましょう。どうぞ。まずはとにかく海が青いということをお伝えしたいです。エントリーして砂地のこの景色がもう最高ですね。上にはちょっとカマスが群れてたり、キビナゴが通りかかったり、アオリイカがちょっといたりとかして、もう最高ですよ。本当にどこまで見えてるんだろうかというような青い海。砂地の降りたすぐのところには乙女ハゼが随分長いこといますね。人通りが多いエリアだからなのか、結構ダイバーにも慣れてきていて結構寄れますね。模様が綺麗でいいやつそうな顔が特徴的ですね。深場にちょっと降りていくとイバラタツが結構長いことを観察できてますね。これがまた美形で美形でいいんですよね。ちょっとちょろちょろ動き回ってる感があるのがあれですが、見れてますよ。あとは今年はというか今年もですかね、ヨスジフエダイが非常に多いです。やっぱこのザ・リゾートっていう感じの魚ですよね。これは南の島に行くとヨスジフエダイの群れっていうような印象が昔からありますが、伊豆でもこんなに見れちゃいます。これもちょっと動画には撮れてないんですけど、今最もホットなホタテツノハゼですね。フトでは初観察、伊豆でも初かと言われている珍しい魚。小さいです、小さいですが、話題ですのでぜひお見せしたいですね。そして大好きなテトラポッドエリアですね。透明度がいいのでなんかこの景色だけでも非常に楽しめますが、これですわ。すごい黒星シモチや念仏台の群れがですね、かなりまとまってます。魚に囲まれるってこのことかという感じですね。もうたまりません。ここに住みたい。ナイオツバメウオの幼魚というよりは小6ぐらいですかね、のサイズの子たち、エントリーキジットエリアをうろうろしてるので帰り際に観察しやすいですね。上がりたくないの時間ですね。はい、そんな感じですね。伝えきれないですよね、こんなちょっとの時間じゃ。生き物も多く、海も青く、これからどんどん穏やかでダイビングがしやすい季節になってきますから、パッとこう、やっぱり、例年そうなんですけど、この時期の平日なんかこう横浜はね、パッと見渡しても、ダイバーが少ないですね。少ないっていうのを狙ってくるのもいいと思うんですけど、もうやっぱこの時期だよね、この時期に潜らないとねって言って盛り上がって叱るべき海です。
ぜひ潜りに来てもらいたいなと思ってます。そんなわけで最近の横浜事情でした。というわけでまた。